皆さんこんにちは、まいこでございます。本日はですね、9点1万円お買い物企画をしたいと思います。で、今回もありがたいことに9点様よりご連絡をいただきまして、1万円お買い物企画を、させていただくことになったんですが、今回はワンブランドにまとめてお買い物をしました。そのブランドというのが、じゃらん、クリオでございます。もともとクリオでまとめるつもりなかったんですけど、6000円以上お買い物したらおまけパッケージみたいなのがもらえますよって書いてあったので、まんまとマーケティングに引っかかり、まとめて購入することにしたんですけども、そうでね、私9点でクリオを買うときって公式ショップのクラブクリオから買うようにしていて、まあっていうのもね、 100% 本物が欲しいので、いつもそうしてるんですけど、クリオの他にもブランドの公式ショップって9点にすごいいっぱいあって、9点使ったことないからちょっと買うの不安だわっていう人もいるかもしれないんですけど、ブランドの公式ショップっていうのがきちんとあるので、不安な方はそういうお店を利用したらいいんじゃないかなと思います。今回は 1,2,3,4,5,6 点、購入をしました。実際に使いながら、ご紹介レビューをしていこうと思いますので、よろしければ最後までご覧ください。それではスタート。この目でずっとやってると面倒くさいのが分かんないと思うんで、アイシャドウパレットからご紹介をしていきたいと思います。クリオの新作のアイシャドウパレットなんですけども、私が買ったのはピンクなんですけど、この他にコーラル系のとブラウン系のパレットがありました。めちゃめちゃ可愛いよね。クリオっていつも新作出すときしれーっと出して気づかないことが結構多くって、今回はその9点を見ていて、たまたま見つけてこれを購入したんですけど、ちょっとね、春っぽいピンクっぽいパレットが欲しいなと思ってピンクに私はしたんですが、これがねマジで可愛いんですよ。スワッチはこんな感じなんですが、結構くすんだトーンのピンクで、パキッてしすぎたピンクとか紫っぽいピンクって私あんまり使いこなせないんですけど、これはねモーブ寄りのピンクなのでめちゃめちゃ使いやすそうです。マットが5色入っているので、半分マット半分ラメっていうんで、すごいバランスがいいのも私の好きなポイントで、であとはこの透明感のあるラメ、めちゃめちゃ可愛いんですよ。本当に可愛い。クリスタルグリッターっていう書いてた気がする。いや違う、これクリスタルグリッターじゃない、メタリックだ。粒子の大きさが統一されてない感じのこのラメ、これがクリスタルグリッターっていうみたいなんですけど、実際に塗るとねメタリックに近いですね。あんまりこの色は私の好みじゃないんですけど、なんか最近このマーブルっぽいこのデザインって流行ってますよね。この間発売したばかりこのミシャの、あ、よかった、デザイン的にはこのミシャのね新しいグリッタープリズムっていうアイシャドウにすごい似てるんですけど、実際塗ると全然違うかな。ちょっとねこれ使ってアイメイクを早速していきたいと思います。まずくすんだモーブをアイホールに広げます。大きなブラシでぼかします。付属のブラシの細い方を使ってバーガンディを際と目尻を引き伸ばすようにのせていきます。同じ色を使ってくぼみのラインを強調するようにのせます。アイホールと同じ色を下まぶたの際に入れます。指にグリッターを取って二重上からくぼみのライン下あたりまでにのせるんですが、まぶたの中央に少し多めに置いて立体感を出します。アイライナーとマスカラをしてこんな感じです。付属ブラシ反対側を使って涙袋にラメをのせます。出来上がりです。これめちゃめちゃ可愛いです。マットはものすごく伸びがよくって、いい感じに均一に広がってくれるし、粉飛べ物などにめちゃめちゃいいんですけど、このねすっごい可愛いと思ったこの大粒のちょっと偏光ラメっぽい感じのこの子、これがめちゃめちゃ顔中にね飛び散るんですよ。めっちゃ散らかってる。ラメだけがちょっと残念でした。あと筆なんですけど、これ結構使いやすいです。この腰の感じもちょうどいいし、この細い方はねアイライナーを引く感じで、この際を塗るのにはこれはめちゃめちゃ良くて、あとこのね平たい方、これ多分全体塗り用のものだと思うんですけど、それよりもどっちかというとこのまぶたの下にちょっとラメちょんちょんちょんどくとか、この目頭にちょんちょんちょんどくみたいな時にこれはね使いやすいなって思いました。
ちょっとこの子はこの春愛用するピンクパレットになりそうです。2つ目はプリズムエアブラッシャーとハイライターでございます。お色がハイライターの方が01ゴールドシアーで、ブラッシャーが03のシティコーラル。これもうすでにめちゃめちゃ人気で、持ってる方も結構いらっしゃるとは思うんですけど、私これ持ってなくって、セールで2090円になってました。ハイライターの方はすごい肌なじみがいい、名前はゴールドシアーなんですけど、ゴールドでも、シルバーに結構近い感じのハイライターです。粒子もすごい細かくって、なじませると肌に本当にピタって密着してくれるので、スワッチの時点でいいなって思いました。で、ピンクの方は、03シティコーラルのちょっとオレンジ寄りの、ピンクなんですけども、ピーチっぽいゴールド寄りのラメが入ってます。イエベの肌に似合いそうなコーラルチークです。どっちもすごい透明感があって、ハラメがすごいぎしら入ってるハイライターとかブラッシャーって結構パサパサしやすかったりとかすると思うんですよ。これね結構しっとりしてるんですよね。私今腕に下地何も塗らないでちょっと結構乾燥した状態で塗ってるんですけど、これでもねしっとりしてるんですよね。なんか肌なじみがいいので、これはちょっと期待できますね。はい、では早速ねこのチーク塗っていきたいと思います。初めて使うから筆への付きがどのぐらいなのかがいまいちちょっと分かりませんが、結構固めかな。いい感じですね。チークのツルンと感が、ハイライトいらないかもこれ。でこれだけでも結構ツヤツヤしてくれてる。これ鼻に細く入れるのに結構ちょうどいいかも。粒子が本当に細かいからめちゃめちゃナチュラルな感じに仕上がる気がしますね。はい、白っぽい肌なじみのいいゴールドって感じかな。あ、やっぱりでもこっちのブラッシャー塗った方がちょっと健康的でいいですね。私こっちの方が結構使えそうかも。うん、いいですね。ちょっとこれは私お気に入りになりそうです。ハイライトの方は結構柔らかい感じのツヤなので、自然なハイライトで白っぽいゴールドを探してる方はこれいいと思います。ただ私ちょっとねもっとペキッとメタリックなツヤツヤな感じなのが好きなんで、ちょっとこれ私の好みじゃなかったかな。次はこちら、キルプロテクションクリアサンスティック50+ で、スティックタイプのサンスクリーンを探していて、これでこれを試してみようと思ったんですけども、これ SPF50+ PA4+ ですって。最強やん。このキルプロテクションのシリーズ4種類あって、スティックが2タイプ、フレッシュとクリア、これとあとチューブタイプがマットとグロー2種類があります。これはちなみに UV カットだけじゃなくて、ブライトニングとエイジングケアですっての、多機能型みたいです。もう何回かちょっと使って、試しに使ってみたんですけど、めっちゃ使いやすいです。もうねスル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 こう伸びるし、匂いがちょっと化学薬品っぽいビタミン C みたいな、どっちかっていうと柑橘系の匂いがします。嫌な匂いじゃないです。私は好きかな。ちょっとねペタペタする、なんかサラサラしたのが好きな人はあんまり好きじゃないかもしれない。なんかスティックの場合と黄色なんですよね。ビタミン C 系の何かが入っているんじゃないかなって勝手に思ってます。なんかねあんまり成分とか書いてないんですよここに。そう、これ透明なので、まあ白浮きしないっていう良さも一つあるのと、あと保湿力も結構あるので私は好きだなって思いました。あとねウォータープルーっていうのもこれからの季節嬉しいポイントですよね。では最後にリップを、ご紹介したいと思います。こちらの2つ、ベイルティントデューイっていうツヤタイプのティントと、ルージュヒールベルベットのメープルコレクションっていうのの一つで、23番のシナモンディープを購入しました。これは、1+1で2510円でした。ティントタイプのマットのやつってあんまり得意じゃなくって、結構ねパサパサしちゃうのが多いので、外れにくいデューイのタイプに今回したんですけども、これはねもう私使ってて結構いいなって思いました。
スワッチこんな感じです。すごい色じゃない？イエベが似合うちょっと暗めのボルドー系っていうか、こうしっとりしててめっちゃいい。これはね、どっちかっていうとちょっとベリーっぽくて、このケースに入った状態で見るよりも赤が強いかな。ちょっと白っぽいかなと思ったけど赤が強いです。でデザインもすごいこうスリークでね、可愛いと思うんだけども、この開け方が私最初全然わかんなくって、このカチャカチャにまっすぐ気づいたんだけど、ここを最初ね追跡しちゃったの。でね、見てこれ、もう最悪よ。新品なのにこんなんですけど、不良品かと思ったよ本当に。もうどうすればいいのこれ、この状態だからめっちゃ飲みにくいんだけど。いい色、肌の色がすごい綺麗に見える。ふわっとしたマシュマロみたいな感じ、すっごい綺麗。私唇が薄い方なので、輪郭はできるだけこうぼかしてふんわり見せるようにしてるんですけど、すごいねぼかしやすいんですよ。めっちゃぼかしやすい。今ちょっとアイメイクが濃いのでバランスちょっと悪いけど、ダメ感なくしてこうチークもちょっとマットな感じにしたらこれ絶対可愛いと思う。で髪の毛はピシッとしてね、シックな感じにしたらめっちゃ可愛いと思う。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回クリオすっごいいっぱい買ったので、クリオ縛りとかもやってみようかなって今考え中です。もしクリオでおすすめなものとかがあったりしたらぜひ教えてください。いいねボタンと、チャンネル登録を忘れずにお願いします。それでは次回お会いしましょう。 See you next time!